イエーイ、みんな、すごいな、髪型が。YouTube 雑談ね、そのタイトルコールみたいなのするともう、ダサい。時代遅れ。はい、っていうね。いやー、そのスプラトゥーンのね、試し上でね、よくわかんないね。まあ、ランダムの、まあ、色、まあ、イカバルーンをね、これイカなのかな？まあ、イカっていうよりは、イカ焼きの、なんかね、俺のお母さんがよく食ってるやつの食べ物によく似たバルーンを壊しながら雑談。と見せかけての、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 ての。はい、すごいテンション高いっすよ。いやー、そのね、YouTube 雑談っていうね、すごい科目ほんとすげえな。いや、そろそろ切ろうかなーって思ってるんですけど、うわ、なんや、この髪型。よしね、なんかアップデート、Windows がアップデートして、なんかね、動画のね、このいつも撮ってるウェブカメで撮るやつ、画面が変わったんだ。まあね、YouTube 雑談いろいろなことあったよね。レイターズ、はい、解散しなかったよっていうね。まあ、俺はすごい昔レイターズにね、いつもね、なんか、ブチブチ言ってましたけど、もうなんか興味ない。いや、だって面白くないじゃん。面白くない奴らに俺は、その何もしないっていうか、もうこいつはもうアイドルだから見ねって思って、面白くないから、見なくなった。なんかもうやっぱその固定概念があるわけよ。レイターズイコールつまらないみたいな方程式が頭の中であるから、やっぱ見ないよね。ウプーアウトは意外に面白いっていう。 ウプーアウトは面白いっていうね。逆に見てやろうかなって思っちゃうんですよ。みんながつまんないつまんないって言うから。言われてたから。 ウプーアウト、なんでだろうな。まあ、いいか、どうでもいいや。どうでもよくないけどね、ウップアウトはね。難しいところですよ。はい。すごいな、髪の毛。